ははいどうもこんばんば、えー、今回はですね、えー、こちらの恐竜ワールドジュニアを開けていきたいと思いますはい、えー、まあいろいろ恐竜のフィギュアをレビューしてるんで是非チャンネル登録よろしくお願いしますはい、えー、こちらはですね、えー、と昔はダイソーさんの方で売られてたんですが今ではだいぶ入手経路が限られてきてて、えー、セリアさんとか一部の100円ショップでしか取り扱いがないものになってますね はいえー、とりあえずパッケージを見ていきましょうか、はい、今回は、ね、トリケラトプスをレビューしていきます、えー、こちらは、ね、スティラコサウルスなんですけどだいぶ色合いが似てますねで、まあ、こういう感じで恐竜たちが乗っててここに、まあ、タイトルとかがありますね、えー、対象年齢は7歳以上になります、はい、裏に注意書きと 一応ジャネコードを写しておきますね。はい。えー、こういう感じなんですが、まあ、あのー、トリケラトプスですね。とりあえず開けていきましょうか。はい。説明書とかは入ってないです。はい。えー、こういう感じになってますね。はい。 えー、トリケラトプスはねまあもうほとんどの恐竜のフィギュアを出しているメーカーさんで出されてるまあかなり有名な装飾恐竜だとは思うんですがえー、まあそうだなあのこちらに関してはちょっとなんかこう独特な解釈が入ってるような印象がありますね、はいまあ、まずね、まあ、全体像をとりあえず見ときましょうか まず、正面ですね。まあ、角竜といえば、やっぱ正面から見たくなりますよね。で、横側、反対側、そしてぐるっと回すと、こういう感じですね。えー、まあね、あの、ここら辺にね、結構トゲみたいなのがいろいろついてて、 ここのね、フリルの棘もだいぶ多い気がするんですよね。トリケラトプスってそんな棘生えてるイメージないんですけど、どうなんですかね。で、ここのね、ここら辺も特になんかこう、だいぶね、ここら辺が、棘が強調されてる印象がありますね。はい。成型色はですね、えっと、ま、あ白色のまま塗られ、白色のまま使われてて、 若干ですね、オレンジとか赤とかいろいろな色が混ざってますね。ここは黒で、上っはオレンジと赤っぽい色になってますね。反対側を見ると、ちょっとだけ色が塗られてるんですけど、まあ、すごい独特な感じをしますね。えー、こんな感じですねで。顔のアップをちょっと見せると、 目はね、ちゃんと潰れてなくて綺麗に造形されてますね。はい。で、えっ、ー、と、角に関しては、ま、ああのー、なんと言うか、この、ボディと同じ赤色になってて、ちょっと独特ですけど、まあ、これは、ま、興味ある、あのー、まあ、リペイントとかにね、興味ある方が、あのー、自分で塗ってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、目が、ちょっとね、黒色と、 が塗られててそこにまあ目が塗り分けられてる感じですね唇にもちょっと塗装がないですねはいとりあえずね大きさ比較から大きさ比較をしておきましょうかレゴのミニフィギュア、えー、こちらが UFO キャッチャーとかに入ってる恐竜のミニフィギュアですねで、えー、3.75インチですね はい、で「アニアアニマルアドベンチャー」ですね割とステゴサウルスの場合はね結構大きかったんですけどこうして見るとトリケラトプスはそこまで大きい感じでもないですねはい比較はこれくらいですかね、はい、えー、まあそうだな これし,てしてななんんか話すすこともないんですけどまあ、最後にね、えー、前回紹介したステゴサウルスとパラサウルロス。えー、こちらのね、2体、計3体と並べてみるとこういう感じですね。ランキング、クオリティのランキング的にはこうかな。1、2、3って感じで。えー 僕的に好きなランキングも同じかなとは思います。ただまあ、人の好みによってはね、まあ、リペイントする人とかからすれば、まあ、この造形だけ見るとステゴサウルスが一番すごいかもですね。はい。まあ、ただね、トリケトスも決して悪いわけではなくて、まあなんかこう、あのー、少なくともダイソーとか100円ショップで売られてる中の恐竜フィギュアでは、 一番ね、ストリケラトプスの中で、その一番造形がいいと思うんで、まあ、うん、あの、おすすめはできるかなと思いますね。はい。まあ、このままでいっか、えー。という感じです、えー。今回はですね、そういうわけで、えー、恐竜ワールドジュニアからトリケラトプスの紹介をしていきました、えー。僕のチャンネルではこうやって恐竜のフィギュアの紹介をいろいろやってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 はい、それではご視聴ありがとうございました。さよなら。